はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は焼酎。焼酎の、香類です。久々に買いました。札幌の、焼酎。札幌焼酎。というね。こうなってます。はい。札幌焼酎。こちらが、1.8 リッター。で、値段が、いくらだったっけな。ちょっと忘れましたね。原材料が糖蜜とトウモロコシ。アルコール度数が25度。札幌ビール株式会社。多分製造が札幌ビール株式会社。ですね。札幌のね、焼酎はね、なかなかね、珍しいっていうか、あんまり見ないんですよね、こちら。あんまりどころか、ほぼほぼ見ないんです。いくらだったっけな？これな、1.8 リッターだから。いくらですよ。格安で買ったんだ、多分。まあ、ネットで買ったんですけど、はい。ネットでね、多分格安あたりだったかな。うん。東京都内なんでね、すぐ届けてくれました、確か。普通にね、これを手提げでね、袋の中に入れて、届けてくれましたからね。それでは飲んでいきましょう。お、なんだこれ。お、あ、すげえ。最近のこれ、王冠じゃないんだ。ほら、こんな蓋になってる、初めて見た。普通に王冠のキャップかなと思ったら、こういうプラスチック、こういう蓋になってますね。で、普通にこう閉じるだけ。回すんじゃなくて、もう普通に閉じるだけなんだけど、あれ王冠確かに開けにくいんですよね。へえ、こんなになってるの初めて見た。プラスチックの王冠になってますね。へえ。これは初。完璧。なんか麦焼酎っぽい風味がするぞ。え、なんか麦焼酎っぽい味するぞ、これ。あれ？ついに舌がおかしくなったか。あ、これ麦焼酎じゃないの？なんか麦焼酎みたいな味がする。これ美味しい。札幌焼酎。ググりましょう。すっきりした焼酎とまろやかな焼酎をブレンドすることで飲み口マイルドな焼酎。すっきり丸い飲み心地。独自の蒸留技術から生まれたピュアでまろやかな口当たり。値段が 1.8 リッターで、1373円となっております。あれ？本当になんか麦焼酎っぽいな。なんだろう、麦っぽい風味がする。で、結構口当たりは、まろやかかって言われると、いや、別にまろやかではないんだけど。そこまで辛くはないですね。うん。そこまでは辛くはない。ですが、俺確か格安で買ったけど、まあ、そこまでまろやかかって言うと、まあ、ちょっとまろやかっぽいですね、確かに。
うん。そこまでピリピリするあれじゃない。でもなんか本当に麦焼酎っぽい味するな。なんだろう。この甘みと麦の甘みみたいなのが結構するんですけど。これはなんだろう。俺のあれが、舌がおかしくなったな。うん。うん。美味しいですね、普通にね。あれ、札幌焼酎どこだ？札幌焼酎、札幌焼酎。あれ？あ、あった。札幌焼酎。値段がね、1本で1314円となっております。スッキリとした焼酎とまろやかな焼酎をブレ、あ、同じこと書いてある。なんかほのかに麦っぽい味がする。やばい。とうとう俺も舌がおかしくなったか。舌がおかしくなったか。とうとうおかしくなっちゃったか。いやでもうまいっすね。普通にうまい。これは美味しい。ただ、残念なところが一つ。4リッターが売ってない。4リッターが売ってないんで、ちょっとコスパ的には、パフォーマンスじゃない、コスト的には悪いですね。コスト的にはよろしくないんだけど、味は普通にうまい。うん。何の問題もなく美味しい。レモンチューハイにして飲んでみようか。レモンチューハイにして飲んでみましょう。パフォーマンス触る。じゃん！先ほど買ってきたローソンストア100の炭酸水。おぉ。吹き出た。よいしょ。とうとうね、在庫のね、俺が持ってた、ケースで買った炭酸水がなくなったって。完璧。あ、マイルド系だな、これ。割るとほとんど味しなくなりますね。割ったらほとんど味しなくなるパターンのやつ。宝焼酎とかだと、割っても全然味が壊れないんですけど。これはちょっとあれですね。壊れてるパターン。壊れてますよパターンですね、これ。うん。いや、確かに美味しいんだけど、コスパが悪いは悪いんだよな。だって、4リッターのやつ売ってないんだもん。買うとしたらやっぱり、焼酎、香類はやっぱりコスパ、
コスパ重視で考えると、パフォーマンスじゃない、コスパが悪い、コストが悪いっていうことで、俺みたいな、ね、氷焼酎マニアとしては、やはり 1.8 リットルしかないというのはでかい。うん。でも、口当たり的には、結構、マイルド、ではある。で、なんか麦焼酎っぽい甘さもある。うん、なんでか知らんけど。うん。まあ、一応、ガチ勢だと、なんと、18リットルのやつも売ってますね。いわゆる業務用の、なんか、箱の、テナーってやつ、注ぎ口なし。この本商品は注ぎ口、カッココックがついていません。コックをお持ちの方のみご購入くださいって書いてある。18リットル。値段が約1万円という。税込み1万80円って書いてある。これガチ勢ですね。ここまでガチ勢になると、タンクみたいなのから飲むようになる可能性がある。うん。まあ、割とまろやかになってほとんど味しなくなる。金宮焼酎みたいな感じですね。うん。金宮焼酎と、同じで、なんか、割ると何にも味しなくなるんで、俺はあんまり好きじゃないんですよ。うん、だから、宝焼酎みたいに、割っても、味が、しっかり一本筋が通ってるやつが好きなんですよね。だってさ、味わかんなくなったらさ、焼酎飲んでる感じしないじゃん。酒飲んでるっていう感じしないじゃん。ジュース飲んでるようなもんだよ。うん。まあ、酒の味しないならやっぱり、あんまり。うん。あれっすね。コク、なし、甘み。うん、香り、なし。あんまりなし。まあ、これはこんな買うことはないでしょ。うん、1、2、2、3です。ごしゃありでございました。